アイスボックス嫌いって言ってたよ、あ、まあ、言ってましたね。役割がね、そう嫌なんです。理由は自分が設置をしに行って、ただ設置してる音って聞こえるし、うん、バレるんですよ、はいはいはい。設置をしたら自分が倒されるんですよ。なので、あの完全にこう犠牲なんですよね、うん、自分が。だからつまんないって先ほども言ってました。そうなんですか。やりたくなかったなと思って、そうですね、言ってました。すでに設置が入ってます。バースが前に設置してる間に竹井が前に行って、なんとか逃げ切れるかというところだったんですが、スタバが締めました。21交換、ジュピターが1枚不利な状況。バースも犠牲になりました。いつも通りですね。はい、ここまでは設置が抜けどうなるか。レイタに1キル2キル、レイタの裏取りが、いやエルボーから中入ってきてました。ラストはミッチー、リオ途中です。おっと、玉切れのタイミングでテイルウィンドで逃走。最後はラズのクラシックでとどめを刺しましたなんですけど、それでもってことですよね。そうですね。さあ A サイトに展開したいようです。ジュピター、すでにブレイドストーム、ここまでの活躍が目立ってます。レイター、ちょっとパラノイアを食らってしまってナノスワームです。設置方向に行けないか。いや、バース設置入りました。おっと、ちょっと乱れたか。いや、よく逃げた。ジェットの能力をしっかり活かしてます。テールウィンドで逃げます。シェリフのみになってしまいました。ただ設置はうまくいっている。いや、スローブエーテルが逃げられている。そうですね、非常とのアシャナノスウォーム警戒。いや、かなり混戦状態だが、中はしっかり DNG 取れ始めてはいるが、ラインとバックすぐに消えてしまった。3番見えている。3v3 解除が難しいですね。触れれない。音を鳴らす間にデイタは回り込んできてました。いつの間に回り込んだんだ。 1v1 間に合いますか。間に合いますね。間に合いました。ギリギリなんとか粘りましたね。スーッと入れてしまうんではないか。侵入許してリテイクの形になってしまいそうです。これはこうなると先ほどと同じ展開になりますけど、リーアから一歩前に進むレイター。しかも大面が映った。いやー、ラフタークローを倒しました。ゾディアックスいいタイミングで飛び出し、しかしクローがカバーでもう一枚。ラズも続いて 4v2、ジュピターがまたしても設置で有利かつ人数有利の超いい状況。点よく勝ちましたね。一旦ヒール、いやー、もっと回復してもいいんじゃないか。自己ヒールは遅いです。そうですね、位置が分からなければナノスワームが空気をしてしまいます。時間がない上に見るところが多すぎて、上下に見ないといけないので、まあ、この、アイスボックスに関してはちょっと、うわー、スローウォークが刺さるかと思いきや、いや、縦2枚で見てる、これは噛み合いましたね。ジェット同士の通常登れないところでの打ち合い。ラズがミッチを押さえ 2v2 そのままブレードストーンまで行った。このまま行く、攻勢を止めない。ただもう寄ってますよ。2チラリと見えたところ、最後の残り1、当たってるか。最後ラズのカバー、やってる回数が基本的に違う、はい。完全にこのアイスボックスで1取れるというのが今大会のジュピターの強みになってるでしょう。いやー、レイタ本当にこの A ベルトでのレイタは昨日もそうしたから外さないですね。あっ、復活するところ、もう一度レイタの死ぬ。さあ、あと3枚になってしまったが、天よく対応したんですが、ラズの貫通。そうですね、今みたいな形で少しでも人数を削って設置させないようにするのが大事ですね。ここでロックダウン、返していきました。じゃあ設置しますか。黒、いや、出ますか。一度出ましたね。2対1でもう一度攻めってことですね。スタバはこの位置エルボーです。改めて設置に索敵する。いいリコンボルトじゃないですか。入ってきたら映るでしょう。このリコンがもう、そうですね、どちらにしても映るので。あと30秒。さあ、スタバここから勝負だ。 1v2 しかし中で戦う、よく捉えて 1v1。 これはついにチャンスが来ましたよ。さあ、アラームボットスイッチ戻して、アタッカー側をちょっと注目していきたいと思いますね。
何かしらは必ず用意しているでしょう、うん、さあハンドガンラウンドです。後半第1ラウンド13ラウンド目は、うん、おーゾディアックス見えていないであろう。やはり抜きましたか今。さあ竹ジェイも1キル返して、いや出ました体力150のオーバーヒールだ、うん、おーただ2人がかけてちょっと乱れたところでした。 3v3、 もうただそうですね、ディフェンス間に合ってるので設置しに行くのがもう困難ですね。さあここで一旦足が止まりました。この布陣硬いですね3人で A を、そう車線が綺麗ですよね。でももう一度 A 行きますか。いやこの形キルミさん、これこれ設置しに行けます。これはまあ車線的にもう完全に穴がないんで、うん、ちょっときついんじゃないかなと思いますね。しかもクローバースがお互いカバーを即座に取りに行ける位置ですよね。やられてもでもミッチ、いやーバース車線に穴がない。そうなりますよね。テンもカバーに入って 2v2 試合に持っていきたい。おっと勝負しちゃった。 1v1 ラズ VS テン、キャミークリック当たらず点4枚いきました。今ギリギリでした。ワンウェイのダークカバーが叩かれています。おおミスティック、唯一このマップで守り側でショットガンが強いポジションがあって、はいはい、2箇所あるんですけど、チューブの出た先のピッチン側と、うん、あと B のこのロングこの細い通路周辺がショットガンが強い。残り1名、しっかりスティンガーでカバーに入りました。ラスト1、タケジェ 1v4 装備的にも厳しいでしょう。持ってるのはフレンジーのみ。点設置、バイクを設置、いいところに入ったが武器が厳しいです。ちょっと時間かかりそうですね。2ポイントはちょっと苦しい。キルが取れるかどうかですが、このキッチンをバースが今、おお、抜いた。ただ奥からタケジェのカバーも早い。一瞬でしたね。レイダーが取ってる。いつの間に、おゾディアックスが落ちながらかかってる。上からゾディアックス来ました。これで 3v3 です。おただこれで今ミッド2万いるっていう情報と A 側でそのアランボットが反応したということで、タケジェちょっとバラバラとやられてしまいます ね。寄ってるタイミングだとかを取られてしまうのは結果的には手痛いという形ですよ ね。これでデテンションゲーミングまたもやスモーク役が失ってしまいましたから、うわむちゃむちゃ下がりますね。ジュピター側全員倒されないような距離で、なるほど。で A に集合し、やはりこう広くていろいろなところから射線が飛んでくるこのマップにおいて、まあ、リスクを減らすんですね。あなるほど、何かあってもカバーがしやすいように。さあスタバ設置、人数は不利ですがうまくこのキルジョイ生かしたいところです。そうですね、ただもう3人で固まっていきますよ。アブソリュートジュピターセンターから B サイトに、ナノスワームを早めに使わせることさえできればという形ですけど、バリアオープン破ってるディーアでしたいところ。またナノスワーム2個、ったここからが勝負、持っていきたい。で、これ大きい1キル。いやー、待ってってもう1枚、1v1。テン！あー、テン時間が過ぎてきた。取るしかないが、これは逆転した。解除間に合いません。アラームボットは落としましたが、いや、時間がなくなりますね、これで。30秒切って。まだ 5v4。スタバよく落とした。いやー、ミッチブレストーム設置の時間を作った。パラノイア、さあ設置決まって 4v3、 ここに来ていい形ができたデトネーション、ね、一旦下がってリテイクの形作りますね。さあジュピターどうする、タケジェ横、いいポジション、いやうまいですね、いやうまく抜いた。これで 1v3、 いやデトネーションゲーム、さあ勢いがついたデトネーション、それをそごうかというところ。レーターナイスカバーだ。しかもオペレーター回収、オペレーター欲しいですよね。これは今日のミッチ、ここは当たらず。ミッチといえばオペレーターです。ここミッチファン待望のオペレーター、ありがとうバース。こうちゃんと来続けるのがこのミッチのいいところなんですよ。きっ
して外さないですよね。そう、いなかったらすぐ移動じゃないんですよね。いやゾディアックスも1キル取ってますよ。これで 3V2 です。さあどう判断する。 B シフト前でゾディアックスがキッチンで張り続けています。なのでシフトもたやすいというところで B に展開し始めます。これ上を取っているということにいつ気づくかどうかですね。クローが見てますか。ただ上に持っていくには少し時間かかります。ゾディアックスも体力がないので設置。抜いた、抜いた、抜きました。 2V2 そちらにとっても大事なラウンドだ。いやゾディアックスがわざと今スルーしましたね。2人目の位置も上がっている。タイミング絶妙。竹地一バレ会場キーでファラノイアでも終わりです。しかもこの位置狙われないですからね。罪にできてますか。ここで竹地もやりに行くところ。ミッチーオペレーター、あまりリテイク狙いというビジョンは見えませんね。ラインバックカーブボールで強気に前に行けるフェニックスの強み、うん、2枚見えましたよね。これレイターが詰めてるの注目です。おスタバ、おスタバ、もう一度行きます。いやこの上でまだスパイクがセンター A に行かないんですよね。相手の動きを掴みたい。いや B ですよこれ。しかもいや完全に A 裏でゾディアックスが B の情報を見てます。ラズだけ B 側に行くんでしょうか。その間に3枚で B に向かっているのはデトネーションゲーミング。この立ち回りをしたことによって B の守りは手薄です。あと30秒。そしてまたこの位置、また今回はちょっとずれてます。ダメージを入ってくるゾディアックス。いやデトネーションゲーミングすごい追い上げ。エコなので厳しいところはありますが、これだけ見てるとアタッカーマップなのではと思えてきましたね。どちらも攻め取ってますよね。 3V2 クローも1枚シルクを抜き返しました。いやたまらず下がります。チャージがね、ラスマクロー、うん、最後はミッチーにとっては大きな大きなリーチをかけるラウンドです。12対9。いやこれミッチーが今度はミッドから顔を出してくるのをワンピック狙ってますよ。どちらもファーストブラッド欲しいでしょう。おおシュラウドステップ今ギリギリでしたよ。一瞬映った時でした。ミッチグレードストーム、お道中入った。タケジェイファーストブラッド、いや1分かってるが分かってるだけに。おっと 2-2 交換になりました。3対3崩した。クローがもう1キル。いやーこの水振り大丈夫か。いや拾いましたねバンデル。ただ蘇生があるんでどこか起こせるんじゃないですか。もう一回3対3で。ああ10秒。ああゾディアックス。ここでロテートロックしてるんで。もう行くしかない。状況的にはジュピター有利です。30秒しかないんで。そうですね。もう B ロックすればいいですよねこれ。この機会に絶対決めたいですよねジュピター。ここで決めたいですね。シュラウドステップ上。ただいい位置取りましたね。設置いけるか。なかなかね何もない状態だと登りにくいですからね。強気に出たのゾディアックスを。しかも今設置フェイクでしたからね。まだ設置フェイク。まだ設置フェイクです。止めた。いやワンブイ。これ。あーラズ逃げた。ギリギリ間に合う。設置間に合うか。ギリギリ間に合う。ギリギリ間に合います。うわ止めた。これで決まる。これがラズ。ディフェンダーの勝利。勝ったのはアブソリュートジュピター。しました。あじゃあそれで判断して最終的に使うかもね。 おっと10まさかのヘッドショット完全に決まってます。そのままもう1枚そのままバンダル回収に成功しました。これは大きいプレーです。10大きいですね。何もアビリティを使わせずにそのまま A 中の2人を殲滅できましたからね。このラウンド取りたいですね。ローリングサンダーもなんならあります。いや10、3枚先頭で3枚持っていってくれる。こんなに嬉しいことはないでしょう。このラウンドで急に点がこう生き生きとこう先頭を歩き始めましたね。さあ設置開始。ゾディアックスラスト1。しかもアルティメットまで使ったバン V5 になりました。もう動けません。いやエコラウンドまさかフローですか。5枚合流しました。あと30秒。これがかかりそう。
来ましたね。ダークカバーから行くとカーブボールがモロヒット、クロス組めてるけどなんとか倒した。2-2交換であればアタッカーサイズの方が、大面も落ちてしまいましたね。キルチューガルの連中なんとかなった。入って帰ろうと思ったらミスティック、あと2人時間ないですよ、チャンスですね。うわ、とんでもないのが飛んできましたね。設置ポジ、いや、ミッチがちょくちょくいいポジション入ってるんですよね。中に入ろうと思うと後ろを突かれて、なんかず、シャッター閉めてるので比較的上からは来ないっていうのもまあまあまあ安全なんですよね。スネークバイト残ってると思うので切っちゃいましたね、ポイントに本当に切っ、あこれは見えました。コンボ受けからレイター、レイターはもうこれ以上いかないと思いますね。倒せるなら倒すけども中に入ることはしないでしょう、うん、おそらく、倒せるギリギリラインは狙ってるかもしれないですが、一回ここから出るでしょうし、うん、そうですね、ました削るだけ削りました。ラズはおそらくボートの端っこが、いやあれいけるのかな、ギリギリセーフですね、ここセーフです、いやいけますね。おお、壁抜き警戒して、あの抜かれないところに置いちゃったんで角が入んないんですよ。なるほど、見つけた。さあ残っていたらずサイバーケージを利用して、本当はワンキューでやりたかったところだけどなかなか倒せないですね。いや、いい粘りでした、デトネーションゲーミング。これで3枚持っていっています。 5V2 の状況、さあオペレーターのレイター、ゴーストで1人でからの 2V3、 先ほど同様必ず1人別の場所に置いてミスティックがいます。いや、またそれが刺さるかと思いきや、クロー横向いてたはずだったんですけどね。そうですね、後ろを見てたクローだったと思ったんですが打ち勝っていきました。 2V2 です。スネークバイト入れられたら相当だるい。いやー、ただもうですよ、体力はマックスのレイターですが、おー、スタバちょっと1、2は気づけている。またしも初手にハンターズフューリーレイター、もうたまり次第切るつもりなのか、うん、なさらなかったですね。ただまたほらここですよ、この一瞬こう内側に入れそうなタイミングがあったらそこ積極的にフラッシュポイントタケジェなんとかこれかわしていましたが、2人いたっていうのが想定外だったでしょうね。いいところに間に合いました、ちょうど引っかかったんですね、うわ、ブレイズの裏まさかの位置にタケジェ、これで 3v5。 さあこのラウンドはうまく守れそうです、守れそうです。スパイクも落ちました、ボート、これは一番拾うのが難しい位置ですね。完全に B を攻略しなければ起きません。いやー、ナノスワームは縦にも当たります。25、危ない危ない、位置が見えてます。10、もう角に追い込まれてます。ホットハンズで出るしかないというか、スタバからロックダウンあります。どこまでここのエコラウンドで吐くのか、ただ音は聞こえてますよ、全部クローが横で聞いている。クローは飛び出すタイミング結構難しいところですが、このパロノイアと合わせるかところでスルーした。これバレてないですよね、バレてないですね。設置をやりたい、1枚2枚大きい、クロー残り15秒でこのプレー、あとはまあヘブンしかないと判断できてるね。ラストワンゾディアックス、セッチオンするとピークしてきてキャンセルだがよく抜いた、間に合うかと思ったらラズなんです。6号1本リードアウト、これが置いた位置によるリスクっていう感じなんですかね、キルミさん。そうですね、壁抜かれたんですかね、今のカメラで見てます。1分切りました、どういう判断をするでしょうか、デトネーションゲーミング。このまま B の決断か、これは。いや、これ B ですね。スローインか。B 狙ってるようで入れられてる。いやっと、ハンタスリー。しっかりカメラで見られてましたね。マーケットを打って。いやー、ラズスタバ。ピンチ見られてるのがきついです、ピンチ。そのまま2枚。しかし、ゾリアックスなんとか入っていくんですが、タケジェがマーケットから展開してくる。そのままカーブボールでラインを上げられた。あと30秒。ラストはミスティック行くしかない。1枚。見えたところ。すごい。マーケットにいるのも分かっている。いや、このワンオンツーまだ分かんないぞ。おっ、いやー、デトネーション4枚振るしかないっていう状態なんです。そうですね、いい攻め方だと思います。しかもスローで入ってる、あと30秒、特別な斜めにされている。ただもう相手も中入ってますが、どうでしょうか。お互いのパラノイア、ラーズがダブルキル、スタバがナノスウォームで1キル取ってますが、人数振りはデトネーションゲーミング。おっと、上に打つつもりがスネークバイト見つけましたね。
ちゃいましたか。ただ設置完了。わー、ここが侵入を許してしまいました。 3v3 今の1個が痛かったが、でもタケジェイがいるから大丈夫。ホットハンズを反射させて、ブレイズでヘブンシターを隠しました。隙間が空いている隙間、ミッチーはこれオペレーターキープでしょうね。キープですね。さすがにこの逆転は難しいです。いかですかね。そこまで、これはかなり1人に対してプレッシャーを受けたか。天がキルしましたが、あ、まあいい釣りだったですよ、ね、かなり寄りましたが、いや、ゾニアックス、うん、4枚、抑えきった。そうそう、あ、そのハンドガンのような状態の時にそのキルジョイのタレットをうまく使われるとかなりきついですね。破壊するのも時間かかりますし、ショックダウン、おお、めちゃめちゃいいフラッシュポイントが入ってきましたが、レイデが追い返しましたね。 3v4、 いや、しかし上がれません、上がれません。レイターハンターズフューリーから侵入開始になるか。当たりませんね。中に入ってきました。それと合わせて詰めていきましたが、ヘブン社に書かれている存在に気づくか。気づかない。うーん、点そのまま2枚、これは決定的。ミッチーもラズを打ち抜いて、バイパーズピットを使うのか。クロー使うタイミングがちょっと難しいですね。スイッチさえできてしまえばいいんですが、ポイズンオーブ 2v3 です。このタイミングでデトレーションゲームが一度下がりますか。落ち着いてますね。一人の位置掴みました。ダーツを当てている。ただやりにくわけではない。オペレーター今2本です。あと30秒。うーん、スターレーター、時間がなくなってくればなくなってくると、こっちのタイミングが難しくなってきます。ワイパーズキットを切りました。レイターに設置してもらう。設置を任せて自身は足が見えます、ね、足が見えました。おお、なるほど。これめちゃくちゃ強くないですか。ヘブンがワンウェイだ。なあ、ただここで抜かれた。ワンブイツーロックダウン。さあどうだ。ました、レイター。さあワンワン。おお、出るんだ。ここで頭、このギリギリな状況を救いました。ここで当てられる男なんだ。そこにハンターズフューリー、いや、カンボールで中に行く。タケジ、これはかなりいい仕事しましたね。かなり強い使い方。しかしボートにまだ点がいる。ただ人数は削られてるんです。さて仲間はどこに。ニューラルセプトの 2v2 どうなるか。残っているのはゾディアックス、ミッチ、サイバー刑事。うん、純粋な2対2だ。お互いスキルがつき始めている。さあ、分からないぞ。これボートの片方をクラウドバーストで防ぎました。決めれるからデトネーション両方防いで、ガーゴールの中。ただミッチーなら覆せる力はある。出し物持ってます。入り込んでる。時間がない。時間がないんで今行くしかない。ミッチー決めるのか。いや、タケジェなんです。4キル持っていきました。ショート閉じます。設置行ってからになりますか。これはバースが設置、どうなるこの勝負。ファーストブラッドはまだ奪われていない。濃すぎるスモーク出ますね。一旦裏取りをブレイズボール。でもこの飛び方で裏取りって分かったんじゃないですかね今って。いや、これさっきも言ってましたけど、トキシックスクリーン強く出れるんじゃないですか。そうですね、今度こそこの斜めは使わないこと前提なんですか。多分どうなんですか、分かんないです。ホットハンズも入ってる。斎藤どうだ。解除は、解除はできてないですね。いや、できないですね。いや、取られすぎてる。完全に止められてます、ね、飛び出した。あと一人ミスティック、もちろん勝負できません。いや、11の12。チーのバッキー警戒できてますかね。バッキーじゃないですね、バンダル。うん、シシコガン。ただミッチーがバレてなければ。そうですね、囲めてますよ。これチャンスありますよ。 3v4 だ。人数よりデトネーション。しかも入り口に武器2本落ちております。装備がもう一度整うか。ここはレイターのオペレーター。あと30秒。人数状況を変えてほしいところでしょう。うせな。いや、ノンストップ。アランボット破壊、カバーが間に合うか。
いやー、ここで強気に勝負した。本当はハンターのフューリー。いや、これ設置をさせない。バーストは設置できるか。設置いや、レイタが抑えてる。クラシック。おお、バーストが取れてきた。信じられない。ラストワン。ミスティック。おお、いや、これは叫ぶ。アブソルトシャッター。いや、悔しそうだし。待ってほしいです。さあ、この動きは。斉藤、いや、そしてファーストブラッドからゾディアクス1本返しました。11交換。今回もデトネーションゲーミングは初動からもう体を使ってワンピック積極的に行きましたね。レイタは斉藤の中に入ってませんが対応。これはラズが抜き返して 3v2 1本リードアブソルトジュピター。このまま試合を決めてしまうんでしょうか。ラズとバースがかなり体力削られてますけど、ワンチャンありますね。そうですよね、チャンスはありますよね。体力も2人削れています。この体力だと、まあ、方法としては一つショックボルトが刺さるというストーリーもあります。なるほど。その瞬間2人どちらか死んでもおかしくない体力です。いや、バースはまだパラノイアを持っている。この体力だからこそハサミで1人やれても1人取り返すという判断ですね。これは2人がそのコンボルト、パラノイアを打ったタイミングでヘブンからスタバが、いやー、ラスが持っていった。いやー、スネークバイトで中に入れない。状況有利になってしまった。どうなるか。かなり苦しい。時間がない。サイト中ですが、時間がなく、そのままクロを取りました。